不能さん、よろしくお願いします。別にそんなことないです。この人たちが父さんの言ってた合わせたい人たちなのかな。あんまりすごい人たちには見えないけど。うん、平気。あれ、でもなんでベース？父さんギタリストだけど。どうして？触らせてもらってギターとか時々、でもベースはないです。え？いいんですか？それ、こんなバンドマンいないと思いますけど。うん、弦ギターより全然太い。うまく音出せるかな。どうしたらいいんですか？わかりました。あ、すごく重たい音、全身に響くみたいな。これがベースの音なんだ。
そういうのいいですから。それより、もっと教えてください。もっとちゃんと、いい音が出せるようになりたいから。こうですか。はい。左手届かない。あ、本当だ。これでやってみます。はい。左手はフレットのそばを押さえる。弾くときは強く弾くんじゃなくて、弦を揺らすように指を動かす。あとは弦を順番に押さえながら音を出して、あ、できた。ありがとうございます。そうかも。いつの間にかベースの音に夢中になって、周りの声全然気にならなかった。目の前のことだけに集中して、時間があっという間に過ぎてくこの感じ、楽しいな。でもこれって、あの時と、確かに楽しかったし、もっとやってみたいって思うけど、でもいいのかな。ベースを触ってた時の感じ、あの時とそっくりだった。集中するとそれ以外見えなくなる。またあんな風に。みんなに嫌な思いをさせちゃったら、ごめんなさい。もう大丈夫です。ベース、貸してくれてありがとうございました。はい。やりたくないから。